浅草橋は様々な商品の卸売りを行う店が集まる問屋街。人形や文房具、造花などの問屋が軒を連ねます。本当いろんな問屋さんがあって面白いよね、はい、ね、あ、ここなんかビーズとかの問屋さんかな。あ、本当だ、アクセサリー系が作れる、うんうん、ここできっと仕入れたりするんだろう ね、 ね、なんかここの建物大きいよ、うん、人形。え、でも見て、なんかその人形があれ車に乗ってるんだけど。あれ、こちらは1711年創業という浅草橋で最も歴史のある人形問屋。端午の節句に向け、店内には五月人形が並びます。そこで見つけたのが、この車に乗った人形。あ、でも中かぶとだらけ。うわ、日本っぽい。すごい、完全に日本だ。こんにちは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 。今あの、はい、今ちょうど今手前でも五月人形をちょうど今やっておりまして、うんうん、まあ、ちょっとこちらに関しましてはですね、うん、ちょっと変わった感じでちょっとあの一点お出しさせていただいて。で、そこに乗ってらっしゃるのが兜をかぶった男の子、はい、そうですね。この五月人形は車好きのお父さんや他の家庭とは違ったものを求める人に好評だそうです。さらにここ数年人気が出てきた五月人形があるんだとか。武将物のまあ鎧飾りをちょっと飾らせていただいてるんですけども、最近の歴史ブームで有名武将をイメージした鎧飾りが売れているそうです。そこで鎧飾りの人気武将ベスト3。第3位は愛という字を兜にあしらった直江兼続。絢爛豪華な徳川家康の鎧飾りは第2位。この中で今一番人気ある武将はどちら様でしょうか。そうですね、やはりまああのこちら伊達政宗がやっぱりもう素敵、政宗様やっぱりあの人気の方はございますね。人気の武将第1位は伊達政宗でしたと、ここでアランが何かを発見。はい、結構綺麗ですけども、はい、あそこは後ろはスターウォーズと書いてあるんですけども、あの映画のスターウォーズのことでしょ。まさしくあの映画の。どうぞ。なんでここにそれがあるの。ね、うわ、あそこも兜ですか。ダースベイダー。こちらは映画スターウォーズに登場するダースベイダーの鎧飾り。ダース・ベイダーはもともと日本の甲冑をモチーフにデザインされたとも言われているので、イメージもぴったり。そして上の階には、すごい、わー、ひな人形、すごい綺麗。このフロアには日本人形とさまざまなひな人形が展示されていました。これやっぱりいっぱいあるだけあって値段もすごいよ。あれは安いと言える？いやでも何なんですか？100万だよ、100万。すごいですね。え、100万これは一つのセット？そうです、はい。うわ、100万円を超える豪華なひな人形。さらにここには大変貴重なひな人形が保存されているんだとか。お、何ですかこの切り箱は。これは江戸時代のおひな様の。おこれもおひな様の原型なんですね。え、これが原型、はい、これは江戸時代後期に作られたひな人形。もともとひな人形はお内裏様とおひな様の2体で飾られていたそうです。え、これ江戸時代は、はい、え、これだったんですか、はい、一番最初は立ってる、はい、立ってます。お座りになられてない。立ちびなと言いまして立ってます。足腰が強かったんでしょうね。すごいですね。また表情が違うんですね、はい、これはまあ江戸の後期ぐらいのものですけども、やはり今のと顔が違いますね、うん、まあすごい、本当は全然違う。髪型も違ってきますし、はい、あと王冠みたいなその飾り付けとかもないんですね。さらに駅の近くを歩いていると、あそこは結構人多いね。本当だ、華やか。何ここ、何屋さんだろう。すごいなんか大きい。こちらは文房具や包装材料などを扱う問屋さん。ということはあれ、私たち入れないですか、ね、お店持ってないんですけれども。問屋さんだったら、そこがですね、それがですね、はい、どなたでもあの、はい、誰でも入ってあの買い物していただけます。本当ですか、はい、一般人でも大丈夫です。
一般の人も買うことができると聞き、早速店内へ。本当だ。うわ、ここノートランだ。これさ、国語とかさ、値段表見た？うん、お、安い。99円。はい、一般的には、定価として170円ぐらい。ここでは99円。一冊からでも。はい、一冊か、なんか、トエソンダグラフィスは何百冊になるんじゃないかなと思ったんですけども。なんとこちらは小売りの商店などが仕入れる卸値で一般の人も購入できるのです。さらに、うわぁ、どうした？ちょっと待って、これ、はい、ディスプレイが、これ何ですか？これ何、お菓子、はい、これ何だと思いますか？お菓子、パン、え、これクロワッサン、もしかして消しゴム？そうです。こちらは様々なものをミニチュアにした消しゴム。使うのがもったいなくなるほど精巧に作ってあります。ちなみに子どもたち何一番買っていくんですか？はい、やっぱり今の時期ですと学校のシリーズ、はい、ランドセルとか上履き。新学期を迎えた子どもたちへのプレゼントとしても喜ばれている学校シリーズの消しゴム。続いて特に人気の最新文房具を教えていただくことに。今こちらのスタイルフィットという商品が人気商品になっております。ボールペンです。これはえからどういうこと？人気というボールペンは中が空っぽの状態。一体どうやって使うのでしょう？これが今人気なんですか？はい、あ、それ自分で作るんだってことですよね。はい、こちらはですね、お客様オリジナルのペンを作ることができるという、このボールペンは好きな色を好きな組み合わせで入れられるのです。選べる色はなんと16色。さらにグリップも4種類、ホルダーも3色用と5色用が選べるので、さまざまな組み合わせを楽しめます。で、1個だけ使わないことって結構あるんですよ。ありますよね。これだったら本当に自分が使う色を知っているので、はい、無駄にすることがないので。ないですね。さらに歩いていると、わ、ここまた大きな造花屋さん。うん、造花屋さん。すごい、なんか綺麗、結婚式とかで使ってそうな花のディスプレイがされてるね。なんか本当の花デパートみたい。ここも見て、はい、うん、風船って書いてあるよ。風船、うん、風船ってバルーン、うん、ってこと？風船がいっぱいぶら下がったりしてるよ。本当だ、確かにあるんだけど気になるね。すいません、失礼します。頭に風船がぶつかるところに飾ってある。ぶつかる。はい、こんにちは。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 ここ何屋さん？見ての通り風船屋です。え、じゃあここ全部ある通り風船しか置いてないんですか？はい、こちらはゴム風船専門の問屋さん。1950年に創業、現在およそ100種類のゴム風船を扱っています。でもイランで私たち誕生日会とか、とにかく家中に風船を飾る習慣があるんですね。この膨らます作業がすごく大変なんですね。で、昔ってどういうふうに膨まらせてたんですか？いや、私が物心をついた時はそのポンプがありました、ね、ドア、この後ろにあるこれ、ね、50年以上前ですね。今でも使える？使えますよ。ということで実際に使わせていただくことに。これでボタンを押す、この中から。ここのスイッチですか？はい、ここ押さえないと。すいません、私今言った。風船を口で膨らませるから。ちょっともう一回改めまして。どうぞ。あんまりやると割れますんで。わかりました。怖いですね。結構早い。それからです、それからです。あ、そんな早く割れるもんですか？そうだね。水風船も定番商品。学校でなんか、まあ、たくさんの水を入れて、バラー、待ってた、水爆弾みたいな。子供の時もう時効ですけど布団に投げてます。そう、ね、マジで。誰かのせいにして。悪いか悪いか。そんな昔話を聞かせてくれたご主人があるものを見せてくれるという。うちがどこだ？これ昔の地図？昭和30年ぐらいですね。で、浅草橋の駅はここで。あ、そうか。これは昭和30年頃、浅草橋にあったおもちゃ問屋の地図。
当時浅草橋の江戸通り沿いにはおもちゃ問屋が多かったそうです。まあみんな公園に仕入れに来てましたね。あ、問屋さんは問屋さんで、ただしおもちゃ屋さんの問屋さんだったわけですね。で す、ええ、でうちの前みんなおもちゃ屋さんでしたよ。現在浅草橋に風船問屋や人形問屋があるのはおもちゃ問屋街だった頃の名残だそうです。続いて江戸通りを渡り柳橋付近へ。かっこいい橋だね。これ柳橋。柳橋って書いてある。あ、なんで柳橋って書いてあるか分かったかも。何？あそこにね、うん、柳の木があるでしょう。あれがあるから柳橋って言われてるんじゃない？ちょっとかわいい。何何？発見したよ。見てこれあれ。あれ何？あ、何あれ？なんか絶対粉みたい。小松屋？なんか柳の木とすごいマッチしてる。すごい、ここからすごい絵みたい。絵になるね、本当に。ね、こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。かわいい。かわいいね。お邪魔します。いらっしゃいませ。あ、佃煮屋さんだ。え、佃煮屋さん？佃煮屋さん、うん、こちらは柳橋のたもとに1881年に創業した佃煮の老舗。1955年、昭和30年頃の写真を見ても柳橋とこの店は変わりません。創業当時の味を守り続けているのがこちらの佃煮。手むきあさりは春から売り出す季節限定商品。そしてこちらが一番人気の一口穴子。ちょっといただくことに。じゃあいただきます。うん、わお、舌の上でふんわりとろける。わ、結構濃いな。味が、うん、味が濃いからほんのちょっとご飯がたくさん食べられる。確かに本当にその穴子の味は結構よくわかるですよね。なんかお醤油の味で絶対殺されないんですよね。この町で生まれ育ったというご主人に町のおすすめスポットを聞いてみると、ちょっと変わったところです。この桜堀切さんっていう。桜堀切さん、名前面白いんですけども。手芸って書いてありますよ、うん、これ手芸。あ、手芸、ごめんなさい、はい、手芸、はい、手芸です。小物入れとか、うん、かわいい。そういう手作りのキットを売ってるお店なんです、うん、じゃあバーテストなんですね、こちらも。そうです。ということで早速教えてもらったお店へ。こちらは柳橋から歩いて5分ほど。和紙やちりめんを使った小物や箱などを作るキットを売っているお店です。こういった和紙が800種類あります。800個、はい、この800種類の中からお好きな柄を選んでいただいてお好みの一点が作れる。すごい辛いじゃないですか、800から選ぶっていうのが。そうですね、大変ですね。選ぶのに1時間ぐらいかかっちゃう。本当だね。こちらで扱うのは箱などの実用的なものだけではありません。え、アート、美術家みたいな感じですね。何、はい、て言うんですか、こういうの。こちらの方は決め込みパッチワークというものでございます。型抜き済みの板に布を決め込んでいくだけでパッチワーク風の作品が出来上がるのです。こちらの方でお作りいただくこともできます。え、ここで作られるんですか。そうですね。店内には作業スペースがあり、買ったものを作って帰ることもできます。スタッフに教えてもらうのも、道具を借りるのももちろん無料。ということで、この後3人が挑戦。その出来栄えに、これ売っててもおかしくないよ。そう、今そう思って。ここ見たらわかるよ、私の作りが。だって大きさ違うから。それぞれ1時間程度でできる好きなものを選びました。このまま。そこまで。では、3人の力作をご覧ください。今作ったのはこれです。おお、でも実はそれだけじゃなくて、え、実は1個じゃなくて3個でした。すごい。アランが作ったのは鎌倉彫り風の和紙を使ったシックな箱。これです。わあ、綺麗。色めちゃくちゃ綺麗、うん、何これ。これね、開けると鏡なの。鏡なんだ。ケイティは鮮やかなちりめんを使った折りたたみ式の鏡を作りました。一応元はこうなるべきものです。じゃあいきます。じゃがじゃん、完成です。サヘルが作ったのは決め込みパッチワークの中でも日本的なデザインのひな人形。
よれた布に苦労の跡が見えます。普通のデパートでなんか物を買うよりもなんか面白いですね、うん、時間かかるけど、うん、世界に一つしかない自分のものだと思ったら最高だよね、うん。